京球団代表取締役社長の林田哲也様より一言ご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。ヤクルト球団の林田です。一言ご挨拶しなさいということをさせていただきます。まだ若い、そういう節目の年にこそ我々は何か奇跡を残さなければならないと思っています。何があるのかな。30年ときたらちょっと遡って10回、ヤクルト球団と東京ヤクルトスワローズとしてリーグ優勝10回目を達成したいと思います。それだけの体制が整っております。高津監督、コーチ、選手、みんながしっかりとこの明日からのキャンプでチームの総合力をアップしていただければ我々にかなう敵はないんではないかなと思っております。ぜひチャンピオンフラッグを持ち帰っていただけますよう努力したいと思いますし、皆様に喜んでいただけるような見応えのある勝ちゲームをお見せしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸を記念しまして私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。林田様ありがとうございました。皆さんこんばんは。高津監督がアフロをやって大都会を歌っている時からのヤクルトファンでございます。ヤクルト大使の中峯慎吾でございます。ぜひ皆様今年優勝の時にまた花束贈呈とかしに行きたいのでよろしくお願いいたします。応援しております。皆さんこんばんは。浦添観光親善大使の手凧大使の大城さやかと申します。今回のキャンプ期間中、選手の皆様が安全にキャンプを過ごされることを心から願っております。そしてファンの皆様にはもっとより浦添を絡めてキャンプと浦添を楽しんでもらえるように私たちも頑張りますので、ぜひ皆さんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。手凧大使のお二人ありがとうございました。手凧大使のどうぞご懇願ください。皆さんの PR を担って、PR を担って日々活動してくださっております。改めまして東京ヤクルトスワローズ高津慎吾監督より一言ご挨拶をいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。4年ぶりということで、盛大に、交流会を催していただきまして本当にありがとうございます。この4年間、最下位もありました。日本一もありました。リーグ優勝もありました。そして昨年、5位に終わりました。毎年この交流会というのは、久しぶりにこう1年ぶりに帰ってきた時に、頑張れよとか、おめでとうって言ってもらえるんですけれども、今回はおそらく頑張れよと知った激励だと思います。来年の早いですけども1年後の交流会ではおめでとうという声をかけてもらえるように、ここを浦添からスタートし素晴らしい2024年になるよう、努力してまいりますので、これからも大きなご声援よろしくお願いします。本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして浦添市議会副議長の中ほど純也様に乾杯のご挨拶をお願いしたいと思います。中ほど様どうぞ。ゆうちゃんのチャンネル登録絶対してね。